あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。氷雪エリアの3位あったかな今回。おい、もうちょっとやね。マネビトを連れて出発するか。出発する。ではマネビトを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオー、イーナンアゴマサリトヒオー、キエーイ。元気やね、あのおじいちゃん。ほいってことで行くぜーい。よいしょ、間違えた、投げた。よし、はい、氷雪エリアの白銀の祠。お、今回は新しいアイテム、ハンマー。手に入る材料はスノークリスタルと赤い甲羅。うん、なんかマリオみたいやね、赤い甲羅って。で、一応前回ね、前回までは2回ともこの水使いのローブ、まあ水全然関係ないけど使ってきたんですけど、前回のステージで爆弾がね、1回出てきたので、まあ今回出てくるかわからんけど、大爆弾の服で行きたいと思います。白銀の祠1。お、何もない。お、あっこにアイテムあるね。あっこにアイテムあるんはいいんやけど、投げ込めばいいかな。よし、ってことで、よいしょ。ほい、ハンマーを手に入れた。 Y でドスンと一発で、こいつもハンマーで、多分これ杭みたいになっとるけん、おお、すげえ衝撃で、こいつもハンマーね。オッケーオッケーで、あー結構遠いな。なんか意味のわからん笑顔の足場があったけど、あれは一体どういう感じなんやろ。笑いよる、めっちゃ笑いよるよ。え、ってかさ、今回さ、あのファイヤーグローブないけど、これは、あ、割れるよ。すごいすごいすごいね、そういう感じや。ポイッと。で、これはこれ、あ、引っ込んだ。うお、ああ、そういう。へえ。これ割れるんじゃない？ね、割れるよね、絶対。ちょっと待ってね。はーい、落ちそう、落ちそう、落ちそう。怖い、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 怖い。よいしょっと。んで？あー、あの上か。あの上、どうだ？は、うん、できなかった。これか。あ、違うね。ちょっとポイッと投げといて。んで、よいしょ。で、これで、ああ、上に移動はできんのか。え、どう行けばいいんやろ、これ。ね、ちょっとすげえ謎なんだけど。よいしょ。ほい。で、ポイッと。この二人は行けたけどさ、これは、あ、引っ込めれた、引っ込めれた。あ、ここを引っ込めて、あの子はこっから登ってくればいいってことやね。オッケー、オッケー、多分。よいしょ、これで。おー、いけた、よかったー。んで、あ、この宝箱あるよ、なんか。ごめん、なんか、写真撮っちゃった。ちょっと、一人いらない。よいしょ。20ルピーゲット。よいしょ。んで、次、どこに行けばいいんかな、こっち、上に。とりあえず、ポイって投げといて。で、私は、ここで、ぽよーんと。あ、で、この上や。よし。よいしょ。楽しいね、これ。お、今回は楽々行けたと。まあ、本当はね、第一ステージぐらい楽々行かんといかんねやけど。ほい、白銀の祠に。にで、とりあえずここの上に登っていけばいいということで。とりあえず二人を送り込んどくやろ。んで、よいしょ。ほいー。なんか来た来た来た。これは一体どうすればいいんやろ。ちょっと待ってね。違う違う違う。これどうすればいいんやろ。なんか、跳ね返されるってことは、へい。あー、なるほどね。あー、滑り落ちそう。こいつね、2段になってるし。3段。待ってね。このひっくり返っとる間に、よいし
おお、やったね。てかこれハンマーの衝撃で草も上、あっこにも。でもあっこってさ、あれやん、割れるやつの上やで。いける？だってひっくり返さんと倒せんわけやん。いけるんこれ。ひっくり返さんと倒せんのに、そういうのはさ、ちょっとどうよ。なになになに、これもしかして段差違う？段差違う系ですか？まさかの、ちょっと待って。ごめんね。待って、怖いよ。ほら、これで、待って待って、微妙に。いや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 。ちょっと待って、危ないでしょ、これ。これ落とせばいいんじゃないの？ダメなの？いや、これ絶対落ちるじゃん。おい。ほらほら。超怖いよ。助けて。ほら、こいつら。あと一匹。よし、行ったぞ。行ったはいいんだけど、どこ行けばいいの、これ。あっちだ、開いた。ああ、よかった。よし。んで、あとの2人。回復したいんだけど、回復ある？ないの？で、2人ポイッとあげといて。あ、ここに草があるね。ハートあるかな？よいしょ。あ、壺もあるじゃん。お、回復、回復。あ、いい感じに回復できた。お、満タン。やったね。よし、これで。はい、白銀の祠3。3はいいんやけど。今度は、またか。またそういう感じか。ちょっと待ってね。ここ無視して大丈夫か。いけたし、いいや。ダメだ。ポイって投げていけるかと思ったけど、ちょっと。とりあえず倒しとこう。はい、ルピー。ゴルピーと、ゴルピーしか書いてない。とりあえず、あっこに乗せたいね。よいしょ。あ、オッケー、行った行った。ってことで、こいつも、ポン。いけねえし、タイミングむずい。ねえ、タイミングむずいね。よいしょ。ほい。おお、乗った乗った、行ったぜ。ってことで、これで3人いっぺんに。し、オッケー。で、ゴルピーゲット。ん？これはまた滑る床だね。あいつらおるし。とりあえず適当にこうやっといて。でもここは割れない床だ。よかった。はい。20ルピーゲット。あっち側にはなるべく行きたくない。なるべく行きたくなくって、よいしょ。で、よいしょ。ひっくり返して。これで OK やね。はい。よいしょ。んで？これは、これは、こっちか。2段の方で、叩いて、間違えた。これ時間制限あるし。ちょい待ってよ。これどっちも2段か。ここ多分あれよね。落ちるよね。ってことで、ちょっと2人向こう行かす。2人向こう行かしちゃダメじゃん。ちょっと待って。降りてきて。赤が、こいつだけやっといて、でその後こういうことだ。へい、オッケー。んでこうだね。今回超サクサクいくんだけど大丈夫？しかも体力満タン。やったね。はいはい、白銀の祠4。ここまた滑り降りていく系やね。シュー、なんだあの敵は。これは、あれか。殴るのかな？なるほど、殴るんだね。剣が効かない、こいつ。ちょっと待って。待てって。石になってる間にってことかな？
おし。ぽいよね。石になってる間に、なんかこう。ちょっと待って待って待って。危険だし、危険だし、マジで危険だし。落としちゃえばいいんじゃない、これ。待って。あの、ゲージが。攻撃はしてこないの、こいつ。おっしゃ、いった、よかったー。え？向こうにもいるじゃん。しかも、体力回復できてないし。ハートが少ない、分かってんだよ。あ、そっか、滑るのか、足元。なんてことだ。ちょ、いやいや。ちょっと、このさ、石になってる間に攻撃しないといけないっていうのが、超ややこいよね。はぁ、マジかぁ。はい、妖精一匹。ここきついな、結構。倒し方分かってたところでなんだよね。ここで、いかに、体力を減らさずに向こうに行けるかだから。よいしょ。ね、それが勝負だから。よいしょ。おいし。これ、連続で撃てなかったら意味ないんだよね。マジさ。あ、でもそっか、剣でもいけるから。こういう、でも剣でやったら弾き飛ばしちゃうからね。あんま弾き飛ばしちゃダメだから。これで、あーダメだ。もうちょっと走り回ってゲージを回復させてからの方が。どこ行った？あ、いたいた。これで、おし。はい、行くよー。行くよ、行くよー。で、ちょっとハートを取りたい。ルピーも取りたい。よし。で、お、おいで。あの子はなんかすぐにこっちに来そうな感じだよね。どうだ。これで。あー、ダメだ。今行けたかと思ったけど。ちょっと行動遅かったね。よし、これで一匹。はい。そしてハートも回復と。あー、2匹目行けたと思った、今。ね、今めっちゃ行けたと思ったよ、2匹目。よっしゃー、2匹目。やばい、順調。順調とか言って。あと一匹は？あっこだ。はい、おいで。おいで、おいで。こっちだよ。こっち、こっち。こっち、こっち。ちょっとこの辺体力回復しとこう。ないし。おっしゃ、いけた。やった、なんか最後ちょっとゴリ押しっぽくなったけど。まあ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 、いけたからね。いけたらいいんだ。ってことで、よし、あとの二人を、こっちに。あれ違う、緑か。オッケーオッケー、これで。これでやっといけるよー。ポイッと。よし。イエイ。さあ、クリアだー。あ、できてない。よし。よし。今回は何がゲットできるかな。はい、赤い甲羅。おー、苦しめられてはないか。赤い甲羅ゲットしたよ。のこのこみたいやね。お、一個だけのやつゲットやったね。はい、白銀の祠クリアー。うん、写真は撮ってない。はい、ってことで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。
つもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。爆弾の服何の関係もなかったな。